はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、サンダードラゴン超雷竜サンダードラゴンさんが3枚課金されるということで、本日はサンダードラゴンデッキを久しぶりに組んできたんでご紹介していこうかなというふうに思います。今ちょっとまだ撮影日現在ではリミット解除されてないんですけども、これ10月の10日から超雷竜サンダードラゴン3枚使えるようになって、で、この混沌領域カオステリトリーも、3枚使えるようになるんですよ。で、さらに封印の黄金室も純正義になって2枚使えるようになるということで、これ全部がサンダードラゴン強化になってるんですね。で、ビーステッド、ドリドブリューも3枚最近解禁されたっていうことで、まあ、今回は深淵の獣プラスサンダードラゴンを使ったビーステッドサンダードラゴンを作ってきました。で、まあ、一番やっぱ強い動きはその闇の誘惑でこのサンダードラゴンを除外するっていう、まあ、基本的な動きになってくると思うんですけど、これ闇の誘惑って闇属性しか除外できないから闇属性でなるべく固めなかったんですよね。なんでビーステッドとあとこれ終末の騎士を入れました。終末の騎士は正直太陽電池面の方がなんか強い動きはできるんだけど、サンダードラゴンギミックを入れてるとね、イカツ一族が一体余分に出てきたりとかしてなんかリーク値稼いだとかできるんだけど、ちょっとね闇の誘惑のコスト7のがちょっとうざいんだよね。やっぱ闇の属性じゃできないから、なんで終末の騎士に今回していて、で終末の騎士は一応デストルドを墓地に送るとかもできるんで、一応7シンクロとかもできますし、あとこれレベル2 で出てくるんで、レベル5を対象に取ったりとかすると、なんでレベル2で出てくるとなんかエルフとかできるんですよ。で、超雷竜のなんか一番やっぱり強いところってサーチを封じるってところだと思うんですけど、弱いところは逆に言うとなんかその破壊耐性はあるんだけど除外とかバンクスとかには弱いんだよね。だ、例えば今の環境で言うとリトルナイトとか結構簡単に処理されちゃうし、なので、まあ、その対象に取られないようにしたいんですよ、超雷竜サンダードラゴンを。こいつが対象に取られなければ実質相手ずっとドロー以外でカードを手間に加えられないっていう状況なんでね。なんでエルフのリンク先にこれを置くっていうのを目標に、今回はエルフを入れて、まあ、クロシェイプとかでこうもう一回終末の騎士釣ったりとかしたり、あと、マスカレナを素材にしてエルフ出したりとか、まあ、そんな感じの動きができればいいかなと思って、おります。で、ちょっとサンダードラゴンは強いところしか入れてないです、正直。いろいろ、組んでやってみたんですけど、これとこれがね、そんなにやっぱり、なくても勝てんなっていうシーンがやっぱ結構多かったので、でこれとこれはまあちょっとなしで、ちょっと強いところだけ出張させたっていう感じで、デッキを組んでますので、ご理解いただければなというふうに思います。はい、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。あ、これいけそうだな、割と。ちょっと、闇の誘惑だけ通して、マジで。通してください、お願いします。よし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 、これでかい。ちなみにいや使ってて思ったんですけど、やっぱ超雷竜サンダードラゴンってマジで強いですね。これやっぱこいつを成立させることが全てではあると思います。はい、サンダードラゴンデッキのね、なんかこのなんかバニラサンドラみたいなやついらないかもしれないね。なんか別にあんまりこのデッキは使用したいんだよな。で、イムセの効果使いましょうか。で、王の棺持ってきつつカード1枚ドロー。あー、封印の声ですか。なるほど。まあ今でも封印の声もいらないんだよな。ちなみに封印の黄金室2枚になるんですけど、めちゃくちゃ引けますね。はい、めちゃくちゃ引けるんですけど、今マジでいらないんでちょっと捨てますね今マジでいらないんで。で、ハーピー落とします。まあ、一応ここはもうギミックは成立してるもんで、どうしよっかな。まあニビルケアした方がいいのかな。まあこれタイタンギャラクシーとかフォトノロードとかランク8も普通にジアンデッドとか、まあなんかそれの強いランク8のモンスターとかだったら別に、まあ一応ねジアンデッドヴァンパイアからなんか初動みたいな感じで動いていくとかもできるんですけど、まあとりあえずフォトノロード出してニビルケアだけしておきましょう。で、終末の騎士を召喚。これビーステッドないからちょっとあれだね、そこまで強い動きではなくなるけど、まあ言うてね、何でしたっけ、このデストルドっていうモンスターを落とすことによって、まあシンクロとかね、なんかいろいろことができるよというところなんですけども、これどうしますかね。これちょっと待ってくださいね。これでデストルドを蘇生するとレベル2になるでしょ。使ってて思ったのは、やっぱこの超雷竜サンダードラゴンを除去されないように立ち回るべきなんですよね。で、超雷竜サンダードラゴンって破壊耐性はあるんですけど、対象耐性とか除外とかバウンスとかにはめっちゃ弱いんですよ。
なんかまあ、あの炎王というところの遠征とかでいうところのなんか反逆の財宝とか、あと、リトルナイトとか、無限法要とか、ちょっと待って、これ、だから俺が思うに、多分ね、これね、これが一番強いんじゃないかっていう、いうふうには思っていて、で、ライデンでサンダードラゴンの効果発動して、まあ、取り持ってくるじゃないですか。はい。で、鳥の効果使いまして、鳥効果で、除外ゾーンから引っ張ってきて、はいはい、でこれ融合すると、でもね、これが一番強いと思う。無限トップの、あの無限法要とか、まあ、リットルナイトとかこれ全部ケアしてるから、そうしたらもう超雷竜で突破しづらいんですよ。で、超雷竜突破できないってことは、相手はデッキからカードを手札に加えられないってことだから、つまりと同義なんですよ。だいたいこれやっときはなんとかなる。まあ、一応サンダードラゴンフュージョン一応打っとく。なんかこれ、あの墓地に落ちてると、あのサンダードラゴン回収できるんで、次のターンに一応なんかあんまり出す意味はそんなにないんですけど、一応打っときましょう。はい、一応ね、除外するのはどれがいいかな。一応雷電流が相手のターンで除外された方がいいから、雷獣流を戻してこうかな。これはまあ、あのほぼ出す意味ないんですけど、あのフリーチェーンで、あの発動できるイカズチトクモンスターがいないんで、はい、まあ、一応雷電流ぐらいしかこの時入ってないんですけどね、フリーチェーンだと。ここでいいんです。あの一応ね、あの弾みたいなやつ入れてもいいんですけどね、あの雷源流だっけ。まあちょっと別になくても勝てるんで、俺は入れてないんですけど今回。で、あ、エンスネですね、OK です。エンスネ OK です。キリンはまあいいか、キリンは OK。 ちょっと一応ガンマだけケアして、まあ、入ってたらさっきのターンで打ってるとは思うから、まあ、一応デッキトップ引きか。ウルカニクスか、ウルカニクスよ。で、ウルカニクス高活動を破壊される。ここでは、一応自由通、はい、まあ、これは別に通っても通らなくてどっちでもいい。破壊なって言われたら一応エルフで釣るわ。あー、そっちはダメだね。くそ、ハカラだったらケアできたんだけど、これエルフマジで最強なんで、あの G 打った時にメインフェーズ中だったら G って言って、あの相手がね、あのハカラって言って対象増 G って言ってきたら、増 G をエルフで阻止してあげればあの大丈夫なんで、これ一応ハカラケアにもなってたんですけど、マスタツは無理です。これ相手もウルク破壊したら偉くなってるからね。さっきあの最初ウルクが召喚効果っていいね、あの言ってからあの動くとかもできるんだけどさ、まあ、それやっちゃうと、超雷竜の効果がガンサされしててあれなんで、まあ、これは無効ですね。全部破されちゃうと、エルフがいなくなっちゃうので、一応こうしてフォトンロードの効果使ってモンスター効果は無効。はい、まあ、まだ召喚権使ってないんで、一応モンスターは出てくるかもしれませんが、サーチができないんで出てきたところで感があるということですね。あ、エフェクトベーラー、なるほど。エフェクトベーラー、あー、で、ここでリトルナイトかな。リトルナイトはちなみに、相手のモンスター除去する、除外する効果、あれ対象取ってるんで、エルフ君のリンク先にいる超雷竜は、除外できないと。で、リトルナイト、特殊召喚で効果発動する、対象に取って除外。あー、それね。あ、まあいいや。いいや。それは OK です。はい。メインフェーズ終了前か。ね、じゃあ、一応メインフェーズ中に、まあ、リンク値だけ稼いとか、あんまり意味ないんだけど、増殖する値だけ蘇生しといて、はい、でこれで対象取れるのも今、エルフと、週末の騎士しかいないんで、はい、バトルフェーズ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。超雷竜残っちゃったね。超雷竜残っちゃったね、どうする。で、ドロー。あー、いらねえな。今、一枚いらねえな。まあ、ホルス出して殴ったら勝ちか。ちょっと枠余ってねえから、一回リンク召喚するか。誰でもいいや。これでいいか。はい。で、マスカレ出して、これ、ホルス今いねえんだっけ。だから、もう一体落とさないといけないのか。フォトンロード。まあ、一応ね、フォトンロードもう一回効果使えば、あれなんですけど。リトルナイト効果除外するのは誰ですか。あ、マスカレーナ、なるほど、マスカレーナなんだ。まあいいけど別に別にいいけど、まあ、フォトンロードを一応言っといた方がよかったんじゃないか。まあいいか。で、これ出して、はいはい、
雑に殴って感じですね。はい、はい、お疲れ様でーす。バトルフェイズいきまーす。やっぱ超雷竜をね、エルフで守るっていうこの動き、これめちゃくちゃ強いから、何が言いたいかっていうと、早くエルフ禁止した方がいい。ほぼドラリンハンドの木だ。サンダードラゴンどこ行ったみたいな、サンダードラゴンどこ行ったんですかみたいな、ハンド来たわ。謎のドラゴンリンクハンド来ました。まあ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 、まあ、言うて強いんでね、ドラゴンリンク、みたいな動きしても、はい、ちょっとさすがにそれはダメです。ハウフニス君はゲームから除外させていただきます。よし、オッケー。さあバルドレイクパイセンが出てくるぜ。うわっと、これペイセット一応結構入ってるんで、割と2枚ぐらい引ける時もあるんですけど、まあ、1枚だとちょっとワンチャン止まんないかな。あのティアラメンツはあのレイノレイノハート、ペルレイノか、ペルレイノがあの禁止になるということで、ペルレイノが禁止になった。おお、オッケーいいよ。まあそうだよね、ペルレイノがなくなると手数も出ないっていう話は あんまいらねえな。ではまあ、とりあえずフクラクインだけ貼らせてもろて、フクラクインだけ貼らせて最初にもろて、で、まあ、とりあえずザ・ビーステとルベリオン君の効果を起動し、マグナムートかな、一応なんかあるね、なんだろうね、これなんだろうな、わからないな、何伏せカードでもサリークとかだよね多分。どうしよっかな、カオステリトリー使って、カオステリトリー使いますか、カオステリトリー使って、まあ一応コラプサーペント送る。でマジでこれドラゴンリンクだな。あ、これ相手目線ドラゴンリンクすぎない？これ相手目線ドラゴンリンクすぎて草なんだけど、そうですね、いやこれアンヘルやっぱいるな、アンヘルやっぱいるわ、アンヘルあるとちょっと光闇でアンヘル出せるからめちゃくちゃ強いな。まあサリーがあったらあれだけど、でルベリオン出すでしょう。でルベリオンの効果って言いたいんですけど、一応獣を置きたいです、楽園の獣、楽園の獣を置きたいです。なんかありますか。あーサリークか、 OK 了解。これコストあんのかな、ティアラメンツモンスターの、まあ、あったとしてもね、マグラムトいるんで多分大丈夫だと思うんですけど、タイミングないか、あ大丈夫か、レイノハートは大丈夫、レイノハートは大丈夫、レイノハートはこれでレイノって言われて、効果って言って切って特殊だから大丈夫だ。あ、オッケーオッケー。で、まあ、フクラクインの効果を起動して、バルドレイク蘇生。はい。バルドレイキングを蘇生する。で、レイのハート効果。はい。レイの効果で墓地を送る。で、マグラムートがいるんで、まあ、この融合は余裕で止められて、あー、なるほど。これワンチャン掴みに来たな。マグラムートどうせ見えてっから、ワンチャンティアクシャで頑張るみたいな、そういう話だ、これ。はい、ゴミ。はい、ゴミ。はい、ゴミカード落ちた。で、クラブサーペットゲームが除外して特殊召喚。はい。で、フクラクインの効果起動してワンドロー。マジでただのドラゴンリンクだな。楽園の獣来たわ。今はいらねえ。今はできれば普通にサンダードラゴンとか、なんかチューマストの騎士とかよかった。で、ストライカードラゴンの効果で、キビアクリュウワイバースターが、コラップを持ってきつつ、あれ、サーチャイナが引いてんのかってなるような相手、これ。リボルブートセクター。で、コラップ、ゲームから除外して、で、特殊。で、カオステートル効果使う。で、除外ゾーンから、ワイバー戻してワンドロー。はい。いや、あんま強くねえな。まあでも、まあ、ティアラメンズ相手に強いか、これ。これ、どうすっかな。一旦殴ろうか。で、2100はここで殴るでしょ。なんか光ってんだよな。あれ、なんだ、マジで。あの伏せカード、なんだ。メタノイズとかなんか、あれ、メタノイズってティアラメンズネーム入れても無理か。今は打てるけど、これなんか遅延してるよね。これ、なんだ、あれ。わからねえ。マジで。ちょ、なんだろう、セカード、ちょっと、怖え。そうですね。とりあえず、リトルナイトで飛ばしに行く。まあ、天気の正確に言ってもいいけど、天球してリトルナイトはできないか。まあ、リトラで飛ばしに行くか、とりあえず。
とりあえずレッドラン飛ばしに行くわ。あのサリークはまあ置いといてもあまりろくなことないから、サリークだけ飛ばして、はい、リトルナイツって言って、リトルナイト効果発動って言って、対象はサリークで、コラプサーペットの効果発動して、サーチ入れる。マジでこれドラゴンリンクでしかないけど大丈夫、ほんまにサンダードラゴンどこ行ったみたいな話になってるけど大丈夫サンダードラゴンさんどこ行きましたみたいな話になってますけども、でマグナムビートセイバー出しに行って、まあどっちでもいいか、どっちでいいか、マグナムビートセイバー出しに行く。はい、ほい、エンドフェイズサーチ入れたいです。通りますか、通りました。ウサギ、ウサギ出しに行くか、ウサギ出しに行きましょう。でこれで一応相手の盤面完全お掃除して、はい、あーチェーンなくなったの、超融合か、なんか超融合じゃねあれ、クセカード、あれ超融合臭いな、これ多分だけど超融合だわ。なんかこうチェーンないからこれ分かったわ、これドラゴンリンクだとあれ相手勘違いしてるこれだから多分ドラゴンリンクは盤面が多分バレルエンドとあのサベージだから、それ出てきたら超融合打てばいいやって思ってた可能性が高いと俺はもう。どうだろう、レインドハート、なるほど、レインドハートはこれはフクラクイン一回スルーだからして、スルーしてアポロウーサー、スルーしてアポロウーサー、はいはい、向こう、はい、おもんない遊戯王、おもんないゲーミング遊戯王アポロウーサー、おもんないゲーミング、メイフェス終了なるほどね、これで相手は多分展開してくれるのを待ってるんだと思うんだよね、おそらくだけど、なるほどね、完全に理解したわ。ターン終了、あ、そうか、メインフェーズ終了前だから打てないの。で俺のターンドロー、そうチェーンないもんね、一切チェーンない、一切チェーンないから、答え合わせするか、楽園の獣を発動して、ちょっとその癖からなんすか、破壊させてもらっていいですか、やっぱりなごめんごめん、ドラゴンリンクじゃなくて、ドラゴンリンクじゃないんだ実はこのデッキ、ドラゴンリンクみたいな顔して申し訳ない、ドラゴンリンク詐欺師だわ。さあで、リトナー除外して戻すか、クラクインで、はい、で効果起動で、リトナー戻して確かにな、もうあまりにも動きがさ、あのあまりにもドラゴンリンクすぎてさ、超融合を打ちたかったやろな相手、打つタイミング死ぬほどあったけどね、超融合を打つタイミングは死ぬほどあったけど、多分そのやっぱその最終盤面に打ちたいっていう心理働くのめちゃくちゃわかるもんな、俺でもそうする可能性あるもんな、相手ドラゴンリンクだと思ったらバレルエンドのサベージ出てくるから、どうせだバレルエンドのサベージ出てきたらその2体を吸ってなんかスターブとかなんかその辺出しに行きたいもんな。はい、雷鳥竜今一番いられな、マジでいられない、雷鳥竜とかいうカードさ、なんでさ、なんなんマジで。あとはまあ打点を作ればいいので、打点を作りに行って世界を終わらせるという話があって、ほいと、これで今俺僕打点いくつですか、58-1500勝ってるか、勝ってるな、バトルフェーズ、はい、ゴー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 サンダードラゴン1ミリも関係なかったけど、まあ普通に後手勝てるっていうところを見せてよかったです。うわ微妙だな、やっぱまあ一応ぶん投げてから展開はできるかもしれないけども、クシャトリのフェンルどうぞ。まあ、一応誘発と言われているカードは一応3枚ほどあるんで、まあ割と優秀なハンドではある。てめえ脱法してやがるな、ペルレイの、まあアンリミルームだからしゃあねえかまあしゃあないな、アンリミテッドルームなのでしゃあないみたいな話はあります。ペルレイのからのレイのハートいいでしょう、はい、でクシャトリラフェンリルの効果はまあいいでしょう、はい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 、いいでしょう。
レイナハート召喚効果、どうしようかな、これ占ってしまった方がいいか、占うって墓地壊させない方がいいな。オッケー、通った。はい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 、オッケーです。でこっからはまああんまり動けないでしょ。まあ言うて、まあ、リンクしてからティアラメンズシェイレーン、シェイレンじゃねえや、ティアラメンズクシャトリラーが出てきてみたいな話ですよね。あ、オッケーオッケーオッケー、了解です。いいでしょう。ティアラメンズクシャトリラー出てくる、で除外する、でこ、3枚墓地送る。はい、でこれで何も落ちなければ大丈夫なので、まあ、ここでエフェクトベーラーぶち込んで、はい、でここでこれで止まりますね。これでさすがに止まるでしょう。まあ一応リトルナイト相手のターン出てくるから、それがうざいぐらいか。俺の初動があんまりんだよな、俺の初動がないの。助けて。さあどうする、スプライトスプリンド、なるほどなるほど、はいどうぞ。スプライトスプリンド、こうはっ、いや、アンリミテッドルームってそういうことじゃないから。おい、やばいぞ、おら禁止から飛んできたぞ。バーメニオンでくれよな。やばい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 、ちょ、アンリミテッドルームってそういうことじゃないじゃん。ちょっと待って、やばいって、これはお、やばいぞ。スプリントでメリー落とされて、メリーにマグラムート当てたらバーデクコスト上げとされたぞ。おい待ってくれ、いやそういうことじゃないじゃん、アンリミテッドルームってそういうことじゃないじゃん。待って待って、マジでやばい、ちょ脱法しすぎだってこれ。まあアンリミテッドではあるか、でもじゃアンリミテッドそういうことじゃないんだよな、そういうことじゃないのよ。新制限を練習したかったのよ。ちょケルベックとかアギトとかめっちゃ入ってるやっけ、なあこれでっけ。ていうかスプリントでメイリュー落とせるの忘れてた。メイリューがあまりにも禁止すぎてスプリントでメイリュー落とせるの忘れてた。ちょ久しぶりにその動きされたわ、あまりにも久しぶりにその動きされた。ちょっとくれましてやばい、助けて。あーやばい、あーいや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 、やりすぎやて、やばすぎ。これが存在していた世界線があるの、マジでやばいな。遊戯王犯罪者しかおらんやんけ、誰が勝てんねんこのデッキ、誰が勝てんねん、マジでいかれとるわ。楽しそうだな遊戯王、遊戯王楽しそうだなこいつ。なんか診断の新リミットの調整しようとしたら、なんか遊戯王の闇に葬り去られたわ。